いつもそうだな。俺が怒ったら反射的に謝って。でもお前、本当は分かってねえんだろ。全然分かんないよ。夜空の星と、それを見上げてる人間が同じなわけないだろ。いきなり宇宙に行ってんだ。だから、俺と剣は1ミリも交差してないんだよ。同一線上にもないし、次元が違うし、だからこそ星は一層輝くんだよ。逆に、触れようとか理解しようとか、そういうのは全部、自分のレベルの星を引きずり落とすってことなんだよ。だから、何が言いたいのかっていうと、つまり、俺は、急用。分かりたくない。待って、なんでお前は片思いが好きなんだろう。じゃあそこにいろよ。ごめんな。お前のこと好きになって。